アメリカは、アメリカ海軍の教習揚陸艦であり、アメリカ級教習揚陸艦の一番艦である。同盟の艦としては四代目。2009年7月17日、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス像船所で寄港。2012年6月4日に、浸水。2014年10月11日に、サンディエゴ海軍基地で収益した。2019年1月30日、 ワスプに代わって在日米軍佐世保基地に配備される方針が発表され、同年4月26日、ドック能力補完のためのドック型輸送揚陸艦、ニューオーリンズと共に日本に配備されることが発表された。同年12月6日午前7時40分ごろ佐世保基地に配備された。軍事研究2015年7月号217ページ。 世界の感染2012年12月号150から153ページ。サセボに強襲揚陸艦配備へ、米軍、航空攻撃力強化化。産 k ニュース。 h t t p s w w w s a n k e i o m スラッシュフォトスラッシュデイリー。スラッシュニューススラッシュ1九0一三零。スラッシュティーエルワイ一九零一三零零零二二。ラッシュエ零一九年一月三十一日。閲覧。佐世保に大型教習館配備検討イコ小型空母並み。エ三十五バイ重視米海軍。 時事通信。https www.jiji.com sp スラッシュアーティクル ?k イ2兆190億2030万 281&g コール n p 2 0 1 9年2月18日閲覧。揚陸間、アメリカの日本配備、アジア太平洋地域での新たな軍拡競争開始が目的なのか スプートニク日本。https://jp.sputniknews.com/.opinion/.201902075893241/.2019 年2月18日閲覧。アセスアメリカ、アセス、ニューオーリンズ2フォワードデプロイツージャパン、アセスステサムアセスはスプーツー、リターンツーユーエス。コマンダー。 US7TH Fleet HTTPS www.C7F n a ビー、ミルメディアニュースディスプレイアーティクル1824792アセスアメリカアセスニューオーリンズ2フォワードデプロイツージャパンアセスステサムアンドアセスワスプ XMK4E ハイドック8ツイッター2019年4月27日閲覧米海軍 ミニ空母、長崎、佐世保港に配備中国を牽制化。テレビ長崎。http://www.ktn.co.jp:/news:/2019-1206-284629/2019 年12月6日閲覧。ありがとうございます。